トミスラブはクロアチア王国の初代国王である。トミスラブの治世にクロアチアは第一次ブルガリア帝国と敵対し、ビザンツ帝国と同盟を締結する。最終的にクロアチアはブルガリアと交戦し、926年のボスニア高地の戦闘で戦争は決着した。北方においてはしばしばハンガリー公国との衝突が起こったものの、クロアチアは 国境線を維持し、パンノニア公国の崩壊においてある程度の拡大を成功させる。925年に教皇ヨハネス10世は、クロアチアとダルマチア地方に置かれたビサンツ帝国の手まで行われていた、教会典礼でのスラブ語の使用と宗教裁判権についての議論のために、スプリトで教会会議を開催し、トミスラブも会議に出席した。ヨハネス十世は、 スラブ語の使用を禁止しようとしたが彼の意見は採用されず、宗教裁判権は認識をグレゴリーに変えてスプリト大司教に与えられた。トミスラブについて述べた資料は少なく、正確な即位念と没念は判明していない。910年頃の南東ヨーロッパの地図9世紀後半から10世紀前半にかけてカルパチア盆地を征服したマジャール人は間を入れずに、 ロードの拡大に着手した。マジャール人は名目上フランク王国の総主権下に置かれていたパンノニア公国に特に強い圧力をかけパンノニア公、ブラスラブを殺害する。クロアチアもマジャール人の攻撃にさらされるがマジャール人はクロアチアを征服事業の最終的な目的地に定めていなかった。ドゥクリゃし祭の年代記には13年に及ぶ トミスラブ時代のクロアチアは、マジャール人との戦闘で多くの勝利を収めたことが記されている。一方で14世紀のベネツィア共和国の指導者、アンドレア・ダンドロと12世紀のハンガリー・王ベーラ3世の交渉人は、当時のハンガリーがクロアチアに勝利を収めたことを述べている。クロアチアは、北方の国境線の維持に成功しただけでなく、崩壊したパンノニア公国の一部に進出し、 パンノニア公国のかつての首都施策などの都市を獲得する。しかし、施策北部の平原地帯をマジャール人の騎兵隊から防衛することは難しく、ローディベットの地勢から施策の改築が進められ、堅牢な要塞に改築されていく。サバ川とドラーバ川の間の空白地帯は、アドリア海沿岸部に広がるクロアチアとハンガリー、いずれの支配領域からも外れており、 パンノニア公国の崩壊後に、どちらの国も空白地帯の支配を強化することは、できなかった。他方、クロアチアの東では、ブルガリア帝国が勢力を拡大していた。ブルガリアのクニャズ・ボリス一世とクロアチア公、トルピミール一世の間に起きた戦争が終結した後、クロアチアとブルガリアの関係は、概ね良好だった。ローマからブルガリアに向かう、強行特使は、定期的に、 クロアチアを通過し、この地で保護を受けていた。しかし、こうした状況は10世紀に、ブルガリア皇帝に即位した、シメオニ一世の知性に変化する。トミスラブの出自は明らかになっていないが、トルピミロビチ家の出身であると推定されている。最初にトミスラブの名前が現れた時期と先代の、クロアチア公であるムティミルについて最後に言及された時期の間にはおよそ20年の差があり、 資料は不足しているもののムティミルの子であると考えられている。910年頃にトミスラブはトルピミル一世の子であるムティミルの後を継いでクロアチア公となった説が一般的であるがムティミルの死後に公となった別の人物の後を継いだ説も存在する。いずれの説でも910年から914年までの間にトミスラブが公となったことは 共通している。13世紀に、スプリトの大女祭トマスによって表された、ヒストリア・サロニトナには、トミスラブは914年に大焼けくらいに着いたと、記されている。トミスラブの時代のクロアチアは、南部、中央クロアチアの大部分、テマダルマチアを除くダルマチア沿岸部、ヘルツェゴビナ西部とボスニア北西部の一部を含んでいた。10世紀のクロアチアはリブのセティナ、イモツキ、 プリは、プセト、ブリビル、クニン、シドラが、ニンなどの都市を含む11の軍に区画され、それらの軍以外に、バンの支配下に置かれている3つの軍が存在していた。年代記作家としても知られる、ビザンツ皇帝コンスタンティノス7世は、帝国の統治についての中で、最盛期のクロアチアは10万の不評、6万の騎兵、80隻の大型の艦船と100隻の小型の艦船から、 構成される強大な軍事力を有していたことを記している。コンスタンティノス7世の記録に現れる数値は脚色されたものであり、クロアチアの軍事力を過度に強大に表したと考えられている。オトン・イベコビッチによるトミスラブ王の大冠式925年に、教皇ヨハネス10世がクロアチアのトミスラブ王に当てて出した書簡の一部925年に、 トミスラブは、クロアチア王に即位し、教皇から王の称号を授与された最初のクロアチアの支配者となる。トミスラブの即位年は924年あるいは925年とされているが、戴冠式の時期と場所、そして誰に戴冠されたか、不明確な点が多い。大女祭、トマスのヒストリア・サロニタナのアルバンでは、トミスラブは王と称され、 925年のスプリット協会会議の議事録の冒頭部分の注釈で、トミスラブは、クロアチア人とダルマチア人の地域を統治する王と記されている。他方、教皇ヨハネス10世が送った書簡では、トミスラブは、クロアチア人の王と呼ばれている。トミスラブの称号を確認できる、当時の碑文は存在しないが、後の時代に建てられた碑文と特許上では、トミスラブより後に、 クロアチア王位についた人物が10世紀の時点でクロアチア王を自称していたことを確認できる。過去の歴史学ではトミスラブはトゥブの平原近辺のトミスラブグラードで退官されたと推測されていたが退官式に関する同時代の記録は確認されていない。トゥクリョシ祭の年代記には王を自称するスバトプルクと記されているという人物の戴冠式と彼が ダルマ平原で開催した会議について記述されている。19世紀の歴史家はトミスラブとスバトプルクは同一人物であるか、もしくは著者が不注意で王の名前を誤って記したと考えていた。他には教皇家彼の代理人が925年よりも前にトミスラブに体感していた、あるいはトミスラブが自分自身の手で体感した説が挙げられている。925年に 教皇ヨハネス10世は、スプリトで、教会会議を開催し、クロアチア人の司教である、認司教グルグールとスプリト大司教のヨハネスが、教会管轄権をめぐって争った。教会会議が開催される前、グルグールはヨハネスよりも重要かつ広い司教区を有していたが、彼の評価や財政状況は考慮されなかった。また、スプリト大司教のヨハネスは、 過去のサローナヒロツカサ教徒の連続性を主張し、伝統を重視した教会会議は、スプリト大司教に管轄権を認め、イストリアのラシャ川からコトルまでの領域は、スプリト大司教区に区画され、その中には任務含まれていた。さらに、教会会議では天礼における、スラブ語とグラゴル文字の使用についても議論された。教皇はそれらの使用を禁じようとしたが、教会会議では、 現地の司祭と修道士が、スラブの言語を用いることが認められる。しかし、スラブの言語を使用する聖職者は行為に進むことは、できなかった。大女祭トマスは、著書、ヒストリア・サロニタナの中で、教会会議について言及していないが、925年の教会会議の決定とは反対に、手間ダルマチア時代より、前の7世紀からスプリトは管轄権を持っていたことを、 主張している。トマスは自分の意見の正当性を保つために、教会会議の意見を黙殺していたと考えられている。教会会議には、トミスラブの他にザクルミアのザクルミアのミハイルが出席し、トミスラブは教会会議に関する文書で王と呼ばれている。何人かの歴史家はミハイルがトミスラブの支配を認め、ザクルミアはクロアチアに侵入したと記している。トミスラブは 教会会議の決定に抗議しなかった。グルグールは強行に訴え、論争の解決と925年の最初の教会会議の決定を実行するために928年に2回目の教会会議が開催された。会議の結果スプリト大司教の優越性が確認され、認識教区は廃止される。トミスラブの在住、ブルガリアとビザンツは交戦状態にあった。 942年にブルガリアはビザンツの同盟国であるセルビア公国を攻撃しセルビア公使ザファリアと彼が率いるセルビア人の一団がクロアチアに亡命する。クロアチアはセルビアと同様にビザンツと同盟関係にありブルガリアとビザンツの支配力が低下したテマダルマチア間に位置していた。トミスラブはビザンツから テマダルマチアの海岸部の都市の支配権を何らかの形で与えられ、ビザンツの支援のために調税を担っていたと考えられている。ビザンツはトミスラブにプロコンスルの称号を与えたが、テマダルマチアの権利そのものを放棄した形跡は確認されていない。クロアチアがブルガリアと敵対し、ビザンツと同盟を結んだ後、シメオン一世はクロアチアへの攻撃を決定した。 トミスラブは進軍するブルガリア軍を迎撃し、926年にボスニア東部で発生した戦闘でブルガリア軍を壊滅させる。927年にシメオン1世が没した後、ヨハネス10世は特使を派遣して、クロアチアとブルガリアの間を取り持ち、両国の間に平和が戻った。トミスラブがどのような晩年を送ったのかは分かっていないが、928年以降、 政治の舞台から姿を消し、トルピーミル二世が王位を継承した。ザグレブ中央駅前のトミスラブ像、リブノに建てられたオベリスクトミスラブは統一された、史上最初のクロアチア国家の建国者として、称賛されている。クロアチアの首都ザグレブには、九百二十七年十一月に、トミスラブにちなんで名付けられた広場に、彫刻家、ロベルト・フランゲスイコール・ミハノビチの手による像が、 建てられている。ユーゴスラビア王、アレクサンダル一世は即位1周年を祝い、1925年にボスニアの都市ドゥブノをトミスラブグラードに改名した。ユーゴスラビア王国全土で記念の祝典が開催され、彼を検証したオベリスクがリブノに建てられた。1994年に発行されたクロアチアのクーナ紙幣の里面にはザクレブのトミスラブ像が描かれている。 また、クロアチアで醸造されるダークビールにもトミスラブの名前が冠されている。ありがとうございます。